お魚メンバーへの指令リボーン、ということで、はい、鹿児島県17歳、ラジオネーム暴れん坊将軍さん、僕には言ってもらいたいセリフがあります。僕は今年高3で大学受験生なのですが、はっきり言って辛いです。ちょっと待って、そこ笑うと悪意違ったか。そこでお魚の皆さんにこのセリフを言ってもらい、それを励みに頑張りたいのです。下の名前は雄一というので、下の名前を使ったこのセリフをお願いします。でセリフが、雄一くん今勉強すれば春に私たちに会えるよ、大学合格目指して頑張れ、応援してるよ、だそうです。まあ、でもちょっとライトじゃない、いつもよりは。まあまあまあ、うん、春に会えるよってことは来てくれるってことかな、アライブに。したらなるほどってことじゃない。じゃあ教えてほしいね、うん、俺が雄一だぜって。いやワンちゃん覚えてない。やめときな。すいません、そうですよ。はい、ということでじゃあ早速じゃんけんしたいと思います。せーの、最初はグーチョキパイ。あれアイコだ、アイコ勝った人が言うんだっけ。勝った、そうだね、勝った人ですよね。最初はグーチョキパイ。いやーまた勝っちゃった。今回の一人勝ち、私の一人勝ちですね。はい、ということで一人勝ちおもろいな。めっちゃ勝つね、めっちゃ勝つね。まあいいや、じゃあ、うん、ということで、ではラジオネーム暴れん坊将軍さんから届いた、言ってもらいたいセリフを私神崎風花が言わせていただきます。ゆういちくん今勉強すれば春に私たちに会えるよ、大学合格目指して頑張れ、応援してるよ。空飛ぶ魚の飛ばなきゃサンソン。改めましてこんばんは、空飛ぶ魚の神崎風花です。山崎真奈です。寺口夏香です。というわけで今夜もスタートしました、空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。ここからの30分間は私たち空飛ぶ魚にお付き合いしてください。早速ですが、番組のオープニングに発令されたミッション、お魚メンバーへの指令リボーンですが、はい、ということでね、うんうん、大学受験同い年ってことかな。そうだよね、そうだね、ね、頑張ってほしい。一言も頑張って。超一言。でもはっきり言って辛いですって結構頑張ってるってことだよね。そうだよね、確かに辛いくなるくらい頑張ってるってことでしょ。このすごいすごいよね。え、でもさ、それかやってないからこれからやんなきゃいけない辛いなのか。あ、何もやってなくて。そうそうそう、そうか、それもあるね。なるほどね、確かに。それだそれだ。私だ。頑張ってください。私だ、確かに辛いわ。確かに。どっちなんだろうね。でも頑張ってそうだな、うん、なんかこの感じだと頑張ってそうだよね。頑張ってそう、うん、しかも春に私たちに会えるってさ、ことはさ、やっぱ、うん、来てくれる予定があるかもしれないから、ね、鹿児島、頑張っていただきたい。鹿児島だって、うん、お遠い、お遠いね、遠い、全部お遠い、お遠いね、お遠い。でもね、うん、ぜひぜひ頑張ってください。頑張ってください、うん、うちらもね、いつか行けるように頑張りましょう。そうだね、うん、はい、ということでですね、今日がですね、うん、70回目の放送らしいんですよ、おラジオのね、うん、ちなみにこの新コーナーのお魚メンバーへの指令リボーンが開始され、先週までですね、私が5回、まなちゃんが4回、なっちゃんが3回、見事じゃんけんに勝利してこのセリフのね、代表者を詰めてくれてるらしいんですよ、うん、だからまあ、うん、フークが当たり前に多い、ね、当たり前に多い。今で6回になっちゃったし、ね、すごいやっぱ多いね。でも、うん、じゃあフークの半分しかやってない、そしたら確かに。でもでもフーク思ったよりみんなもやってるなって思った。いや、それは思った、みんな1回ぐらいしかやってないの。でもほぼ全部、もうまなちゃんとか全然やってないイメージだったから、うん、けどなっちゃんより多い、ナスカよりやってたね。そうそうそう、私が一番やってなかったね。うん。でもさ、これさ、順番じゃないじゃん。そうそうそう、だからこれなっちゃんにやらせようとかじゃないから辛い。そうそう、じゃんけんだからな。やらせよう、やらせよう。そういうんじゃないから、じゃんけんじゃなくなったらやらされちゃう。やばいやばい。そうだよ。はい、ということでね、こんな風に私たちに言ってもらいたいセリフや叫んでもらいたい言葉をお魚メンバーへの指令リボーまでぜひ送ってください。ということで今夜は、ツアー初日のお話をしたいと思います。はい、はい、というのもですね、うん、まあ収録の関係で、ツアー初日終わってから初めてのラジオをね、うん、やってたんですけど、あのまあもう大阪も終わってるんだよね、この時には。時系列的には前だね、もう1ヶ月くらい前の話になっちゃう、うんうん、そうだね、申し訳ないだ、申し訳ないだ。けどまあで
でもツアーあと2回残ってるんで、うん、2回っていうか、うん、まあ正式に言えば3回か、あの、そうだね、2公演あるんで最後が、うんうんうん、なんでまあその雰囲気というかね、どういう感じなのかっていうのも伝えるためにツアー初日のお話をしたいと思います、うん、どうでしたか、飾りが綺麗だった、うん、もっとめちゃくちゃすごかった、装飾か、うん、すごいよね上からそう上からなんか吊るされてたり、うん、なんか VJを映すものがなんか白いカーテンみたいなね、うん、なんか幕みたいな、そうのところに VJ が映ってて、そうめっちゃ綺麗だったよね、すごい立体的でさ、そうそう、すごかったねあれは、うん、なんか今まではさこういう LED ライトか、うん、こういうさスクリーンに映してたみたいな感じだったけど、うん、その布でさ、うん、何枚かに分けて、しかも奥行きもあってさ、うん、なんかだから星がすごい綺麗、 VJ がなんか来てたよね。迫ってきてたよね。かっちょいい。そう、かっちょよかったね。うん、あとはなんか、VJ とか以外に。あの、新曲というか、お披露目曲があったんですけど、うん、そう。2曲 ?3 曲 ?3 曲。あの、新しい曲が3曲。あ、そっか。で、既存曲で、サニーバージョンを3曲。つまり6曲。すごくない？6曲も新しい。っていうか、やったんですよ。ちょっと感動しちゃった。そうなの。すごいよね。すごいね、うちら。うちら6曲もさ、新しくやったの。やばくない？すごいの、本当に。そう。うちら天才かもしれない。天才だよ。こうしないと焼きたくない。天才じゃなかった。はい、それで、あの、やった曲が、うん、あの、1曲目、ささやかな祝祭っていう、うん、あの、うん、エンディングになってるやつです。リリースしたやつの、ね。そう、リリースしたやつの。で、うんうん、もう一曲が嘘つきたちに暇はない、これは、うん、ワールドフラグメントツアーっていう一個前のアルバムの曲です、うん、そうだね、うん、で三つ目ブルーイエローオレンジグリーンっていう曲です。これはささやかな祝祭のカップリングですね、うんうん、ポエムみたいな、ポエなんだっけ、ポエトリーリーリーリング最近覚えた言葉あ、最近覚えた言葉これにしよう、何なの、どんな質問されることある、最近覚えた言葉なんですか、ないよなんか想像がつかなかった、レコーディングの時からもそうだけど、そうそうそう、ライブでお披露目できるのかな、しないと思ってた、しない曲だと思ってた、完全にしないと思ってた、うん、夜って言われて親って思った、親、うん、っちゃったね、親っちゃった、ちょっとね、親っちゃった、なんかあの曲めちゃくちゃ好き、サビとか、うん、なんかすごいいい感じ、しかも暗かったじゃん、うんうんうん、なんかすごい暗くて、うん、それが良かった、すごい照明とか、照明がね、うん、そうそうそう、良かったね、かっこよかったねあれは、うん、かっこよかった、うんうん、で3人バージョンの既存曲鋭角な日常と、うん、サインウェーブと、あ、東京サインウェーブと夜空は全部、うん、正式名称難しいねえ、そう、なんかもういつも略しちゃうからまずいと思って、なかなか覚え出せない、うん、逆に正式名称が、そうそうそう、やりましたおー、 おーすごいね、よく頑張った、頑張ったね、本当に、うん、だって柏りも結構変わったしね変わったね、踊りも変わったし、踊りも、うん、もちろん立ち位置とかもね変わったからね、変わったから、なんかてっきり、まあ、夜空は全部もうやってるんだと思ってて、あ、そうだから初日でお披露目するのびっくりした、確かに、ね、確かに、そう、なんかすぐやりそうなイメージあった、そうそうそう、確かに、夜空は全部、そうだからやった時結構みんなおってなったんじゃない、うん、ね、なったね、うん、きっと、うんうんうん、えいや、なんかちょっとあれはちょっと失敗しちゃったんだよね、ふうか、夜空は全部、いや、あれはみんなちょっとそうだった、ね、うん、そんなこと言ったら、まだブルーイエローオレンジグリーン歌詞飛ばしたしあれはしゃあない、うん、あれはしゃあない、それがライブの良さだよね、うんうん、一発目やっただったからさ、初めてやったから、まあまあ、終わったことはしょうがない多分まろちゃんが失敗してなかったら、ふうか失敗してたもうダメだから、そう、安心するよね、もう、ごめん、そう、安心してたのかも、あ、もう大丈夫だってなる、違う、だから逆になっちゃんが成功したから、やばいってそうなの、本当に、いや、私もう絶対成功しないと思ってて、ずっとさ、袖でもずっと一人でボソ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 言ってたからさそうだ、なっちゃんが成功したからちょっと焦ってたんだ本当に、だって多分楽屋で一回もちゃんと言えてなかったよね多分みんな言えてなかった、みんな言えてなかった、マナも言えなかったマジ本当にそう、
そんな感じ、ね、ちょっと難しい曲だよね、うんうん、そうだね、うん、ツアーまだあるからね、うん、そこで多分ね多分やるよ、やるんじゃないかな、うん、楽しみね。そうでもなんか全体的に成功した気がする、気がするっていうか、うん、ソールドアウトだったしね、初日は。そうだ、そうだ、嬉しいですね。すごい楽しかった、本当に。拍手。はい、ということでね、改めてね、あと3公演か、うん、名古屋と、8月12日名古屋と、9月22日は東京ファイナルが2公演ありますのでね、うん、皆さんぜひぜひよかったら、遊びに来てほしいと思います、うん、というわけで、ツアー初日のお話でした。ではここで1曲お届けします。7月24日にリリースしました私たち空飛ぶ魚のメジャーセカンドシングルでささやかな祝祭。好きなものは好き。ちょっと待ってOkay, 毎週このコーナーでは番組を聞いてくれているリスナーさんに自分が好きなものを猛アピールしていただき、最終的にどのくらいその思いが伝わったとか共感できたといった度合いをお魚指数お魚指数ちょっとダメだ本当に、お魚指数1から100で発表させていただいてます。はい、違うんです。今笑ってる理由が、じゃあさっきの曲締めの時に、ささやかな祝祭がささやかな祝祭って書いてあって、本当にダメ。本当に、ちょっとスタッフさんのミスらしいです。ちょっと笑わずにはいられなかった。すいません。はい、ということで、ね、びっくりしちゃったよ、今。ささやかな。おもろい。いいところに巣が入ってる。はい、ということでね。はい、ちなみに先週までの過去12回のお魚指数の合計がありまして、合計が698で、共感度の平均指数は 58.16 となります。低っ、マジで低い。全然共感しないじゃん。何言ってんの、面白いね。ということで ね、じゃあそれでは番組に届いたメールをご紹介します。はーい。静岡県ラジオネームトントントンさん。はい。雨、全部同じなのかな。なになに、いや、なんか、ひらがなの雨、ね、雨と、カタカナの雨と漢字の雨。びっくりマーク。はい。せっかくの夏なのに、7月はつまらない。しかし、スーパーなどにゴロゴロゴロと並んでます。僕の大好きなスイカが、特に、外で食べて口の中に残った種をブーっと遠慮なく庭先に撒き散らかしながら食べるのが夏の至福を感じる瞬間です。はい、このメールが読まれる頃にはギラギラの太陽が顔を出していることでしょう。そんな期待を込めてお便りを出してみました。好きな食べ物がスイカだそうです。スイカは私も好き。スイカ好きだよ、僕も。塩かけて食べる。あ、なんかあるよね。うん。スイカ好き、私も好き、うん。まあでも種が多いから、ボロボロしてるやつとかもあるからね、ものによって。ちょっとね、でも水っぽいすぎるのも好きじゃない。あ、そうね。水って感じ。なんか、手が汚れるから果物とかあんま好きくなくて、申し訳ない。フォークで刺して食べる。好き、果物。なんかカットしたの、食べやすくさ、カットしたやつ。フォークで食べる。種邪魔。まあね。ああ、種はちょっと邪魔かも。スイカ好きよ。うん、好き。100。寺口は100。山崎1なんだけど。やばい。な、間取んないといけない。ふうかは？ふうか70ぐらい。じゃあ足して割ろう。足して割るの。171÷3。それぐらいだ。1割れんから。70。60いかないくらいか。いかないぐらい。50何本。どうする、この平均にしとく。平均にしようか。平均切る女。そうしよう、そうしよう。58.16。これから計算しづらくなっちゃう。じゃあ58かな。58。うん。決め方こんな決め方。ごめんなさいね。しょうがないよ。これはさ、好きと嫌いが分かれちゃったから。まとめなきゃいけないからね。そうそうそう。ごめんなさい。はい。ということで、じゃあ58でいいですね。
ですよ、はい、大丈夫です。ということでそれでは発表します。ラジオネームトントントンさんの好きなものは好き、スイカに対する熱き思いはお魚指数58です。というわけで好きなものは好きでした。ではここで一曲お届けします。7月24日にリリースしました私たち空飛ぶ魚のメジャーセカンドシングルささやかな祝祭に収録されたナンバーで、ブルーイエローオレンジグリーン。空飛ぶ魚の飛ばなきゃ損損、苦手です、考えてください。どうしよう、待って、東京浜松町の文化放送からお届けしている空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。ではここで番組に届いたメッセージをご紹介していきます。はい、千葉県ラジオネーム三角フラスコさん。夏が来れば思い出す。ちょっとこれ歌を知らないんですよ。音符でちょっと囲われてて歌らしいです。トモコレのやつみたい。懐かしい。トモコレのさ、自分で歌詞作ってた。確かにあったね。はい。お魚ちゃんたちは学校にレッスン、そしてイベントやライブと大忙しの毎日でしょうが、どんな時に夏だなぁと感じますか？それと四季の中で夏という季節は自分の中では何番目的な存在ですか？よかったら聞かせてください。うん。うん。なるほど。夏だなって、夏だな、なんか、うん、暑いところから涼しい、あの冷房効いたところに行った時と、うん、その逆、冷房から暑いところに行った時の、うん、あの空気の差がすごい、うん、わってするよ、ね、夏って感じる。そうね、あと涼しいとこ行った時も、あ、夏だなって思う。確かに結構、なんかティフとかあるんだよ、ちょうど今の時期だと思うんですけど、うん、明日からかな、うん、夏フェスとかあると、今日ですね、今日からです。なんか来たなと思うし、うん、お父さんが買ってくるアイスの量と頻度が増えると、え、わかる、そう、めっちゃ買ってくる。冬でも買ってくるんだけど、そう、夏だと異常に多い。そう、今5、6個あるもん、種類が毎日のように買ってくるから。え、それな、そう、え、今家にめっちゃあるアイス、それで思う、夏だなって。わかる。あのさ、外でコンビニのさ、うん、フラッペを、うん、飲むとき、フラッペ好き、夏飲んだよ。あいしももう結構飲んでるんだけど、うん、あれがないとさ、夏外出れなくない？暑いよな、めちゃめちゃ。あれ美味しい、ね、外出るたびに買っちゃってた去年。美味しい美味しい、あれいいよね、うん、あれないと外歩けない。暑いコンビニなかったら終わりじゃん、うん、そう、終わり。あれ欲しい、だからもう何、なんか年パス欲しい、フラッペのフラッペの年パス欲しい。でも年パスって言ってもさ、需要あるの夏だよね、主に。夏パス欲しい。フラッペの夏パス欲しい。あと、あ、夏は何番目ですかって。夏、うん、県外です。いや、夏が何番夏が何番とかじゃなくて全部4番、うん、言うたら全部県外って言っちゃうもんな。でも正直冬は結構好き。なんか冬は寒くてダメだ。寒くてきついな。冬結構好きだよ。なんか20度前半くらいの曇りの天気の時が好き。あ、曇りが好きなんだ。いいね、あ、曇り、まあ、あの何、晴れすぎてないくらいが。あ、なるほどね。あんま日差し強いのきついもんな。日差し強いのは好きじゃないな、うん、確かに。ちょっと空に雲がないと私ダメなタイプだから。うん、そうなんだ、うん、この方は夏好きなのって言ってる。夏好きとは書いてない。でも歌ってるから好きなんだと思う。夏の歌を歌っちゃうくらい、うん、多分好きなんだと思うよ。あ、なるほどね、うん、メールで歌われてもわかんない。全然わかんない。今日めっちゃ叩かれるね。ね。はい、ということでね、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。願い事がね、叶った後には、魔法の呪文、忘れられてしまう。あなたがそれを書き直した。新しい青さで。文化放送からお届けしてきました空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。そろそろエンディングのお時間です。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。お魚メンバーへの指令、リボンや好きなものを好き、
その他私たちに対する質問や相談事など何でも OK です。メッセージの宛先はアルファベットすべて小文字で空飛ぶ魚@joqr.net です。たくさんのメールをお待ちしています。ではここで空飛ぶ魚からのお知らせです。はい、7月の24日にセカンドシングルささやかな祝祭をリリースしました。この曲はテレビアニメ男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか2のエンディングとなっています。そして空飛ぶ魚のライブツアー2019天球の地図が開催中です。次は8月の12日に名古屋、そして9月の22日に東京ファイナルヒューリックホール東京さんで、2部構成で、1部がツアーセットで、2部がバンドセットということで、チケット受付中なので皆さんぜひ遊びに来てください。そして8月の2日からだからもう日付が変わってるので、今日から、東京アイドルフェスティバルに3日間私たち出演します。メインステージにも出させていただくので皆さんよかったら見に来てください。その他詳しい情報は空飛ぶ魚のオフィシャルサイトやツイッターなどで確認してみてください。ということでお別れの時間になってしまいました。今回の放送はどうでしたか？なんか不思議なテンポ感だったね。確かに。ささやかな祝祭、ささやかな祝祭、ささやかな祝祭全部持ってかれちゃった。結構ピークだったかもしれない。そう、なんか夏な話題が多かった。そう思った。やっぱ8月だもんね。そっか、なんかずっとね雨だからね。確かにね。はい、ということで、はい、それでは空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン、この時間のお相手は神崎風花と山崎真奈と寺口夏香でした。バイバイ。